皆さんこんにちは、レク公認会計士課の中島です。15分でわかる公認会計士の試験制度と講座を紹介していきたいと思います。はい、トピックです。受験資格は必要、どんな試験、試験日はいつ、試験合格から資格取得まで公認会計士試験の講座、お問い合わせとなってます。はい、受験資格は必要、受験資格はありません。誰でも受験できます。外国籍の方も受験できます。どんな試験、試験日はいつ、まず最初に一次試験、単等式試験を受験しなければいけません。単等式、マークシート方式の意味です。試験日は12月と5月の年2回実施。合格発表は12月の試験は1月に合格発表、5月の試験は6月に合格発表です。この一次試験、単等式試験に合格すれば、二次試験の論文式試験に進めます。12月と5月のどちらかに合格すれば OK。二次試験の論文式試験を受験することができます。単等に1回でも合格すれば、最大3回論文式試験だけを受験選でできるようになります。二次試験は論文式試験、筆記試験です。論述があります。ご自身の文章で回答を作ったりとかいう問題もあります。試験日は8月の年1回、合格発表は11月、この試験に合格すれば公認会計試験に合格と、これは一生消えません。で、3回不合格だとまた担当からやり直しになります。で、担当の方はですね、受験科目は4科目です。企業法、管理会計論、監査論、財務会計論です。括弧書きは試験時間、全科目を1日で実施します。下に行きまして、論文式試験、受験科目は5科目、まあ、実質は6科目です。監査論、租税法、会計学、この会計学というのは管理会計論と財務会計論のことを言ってます。で、企業法と選択科目です。これらを3日間で実施していきます。上から順に1日目、2日目、3日目という感じで受けていきます。選択科目は経営学、経済学、民法、統計学のうちどれか一つを選択。ほとんどの方はやはり実務で使い、学習量のボリュームも少ないということで経営学を選択される方がほとんどです。なのでレクの講座は経営学のみを用意しております。で、論文式試験だけ科目合格制度というのがあります。論文式試験、不合格者の中でも一部の科目で相当の成績を得たと認められたものはですね、以後2年間申請によりその科目が免除してもらえます。もちろん免除しないこともできます。ものすごく得意科目で、他の科目の総合のですね、成績で引き上げることができるんであれば、科目合格を得たとしても次の論文の式試験でも、免除せずに、受験するということもできます。まあ、ただですね、例えば科目合格、2科目合格した場合とかは、次の試験が4科目、ね、勉強して受験すればいいという状況になりますから、かなりですね、アドバンテージが取れるので、やはり多くの方はですね、この科目合格制度は、まあ、発動する場合が多いではないかな。で、担当と論文、ね、合格、ね、試験合格、これだけではまだ公認会計士の資格を得たわけではありません。次の2つの要件を満たして最後の試験、修了考査に合格する必要があります。はい、まず1つ目の要件、業務補助等2年以上、実務経験の期間が2年以上であることが必要です。論文式試験の合格後に多くの方が就職する監査法人で経験を積むことが一般です。会計監査という仕事を実施している会計事務所でも経験を積むことができます。もう一つの要件は実務補修、単位取得です。論文式試験合格者が受講する実務研修で3年間就業年限のうちに単位を獲得しなければならない制度となっており、必要単位を取得することで終了となります。はい、まあ、大学の講義みたいにですね、講義を受けて単位を取得して、ただたまにレポートを提出したり、で、規定単位を取得したら終了となります。多くの方はですね、監査法人で実務経験を積みながら、
仕事がない時間にですね、この実務補習を受けて、単位を取得していくと、まあ、同時並行で要件を少しずつ満たしていくという場合がほとんどです。2つの要件を満たせば修了講座に行けます。実務補習で勉強した内容について2日間にわたって受験する試験です。合格率は約 50% 超、非常に高いですけども、昔は 60% を、ね、超える場合もあったんですけど、まあ、最近は 50% 超、比較的合格しやすい試験となっています。なのでそこまでですね、この修了講座を恐れる必要はないかなと。やはり難関なのは、公認会計士試験の方ですね。はい。で、修了講座に合格して公認会計士に登録すればですね、資格取得になります。つまり、私は公認会計士ですと名乗ることができるということですね。これがゴールです。はい。で、次は公認会計試験の講座、一般的な講座とレックの講座をですね、紹介していきます。公認会計士の受験生のほとんどの方は予備校で講座を申し込みして学習されています。この理由はですね、テキストとか問題集、ものすごい数があるんですけども、やはりそれをですね、書店にですね、置くと、まあ、スペースがもうほとんどないわけですね。なので、書店に行ってもですね、公認会計士試験の対策の本、書籍っていうのはですね、まあ、過去問題集とか、そういったものに限られてですね、テキスト問題集が全て揃うってことはほとんどないので、なのでほとんどの方はやはり予備校で講座を申し込みして学習されております。まず一般的な講座を紹介していきます。試験は一次試験の単等式試験。なんと合格率は 10% から 15% と非常に難関な試験です。で、それに合格すれば次の論文式試験に行けますが、なんと合格率は 35% と。非常に高い合格率です。 35% のものを3回最大で受けれますから、まあ、かなりの方はですね、実は担当を突破すれば論文もスムーズに突破できる方が結構多いです。ただ担当式試験は非常に難関、リタイアされる方のほとんどはやはり担当式試験が、突破できないからという方がほとんどですね。で、一般的な講座ですけども、担当の対策と論文の対策、この講座をセットで購入して学習をスタートするっていうのが一般的ですね。これのですね、デメリットはですね、担当の段階で必要のない論文の範囲まで学習するためにやはりボリュームが多いです。で、担当に合格していないのにですね、論文まで受講料を負担してしまうというデメリットもあります。まず担当が非常に難関な試験なのに、論文まで講座を購入してですね、論文までこう学習範囲として入ってくるというね、非常にこれはちょっと非効率的かなと思います。なのでレックではですね、こういう編成になってます。まず、これから勉強を始める方は担当合格コースというのを購入していただいて、担当のみ23万円から29万円。これで購入して、担当を突破するためだけの、対策を打っていただくと。で、目標の試験に合格しましたら、次は、プラスアルファ、論文を突破するために必要なものだけをやる論文合格コースを申し込みいただきます。担当式試験にですね、合格したよというですね、担当の合格体験記を書いていただければ、5万円でお申し込みすることができます。合計すると28万円から34万円です。まずは担当講座を購入、合格したら論文講座を購入。メリットとしては、担当は担当、論文は論文に特化したカリキュラムなので、効率的な学習ができます。担当と論文、出題傾向が全然違いますから、やはり担当は担当、論文は論文で対策する方が効率的です。で、最初は担当のみの受講料負担のためにですね、初期投資が少なくて無駄な受講料負担が少ないです。で、もしもこの担当合格コースを申し込みしていただいて、目標の担当式試験に、残念ながら合格できなかった場合は、次もやはり担当式試験を受けなければなりません。こういった方にもレックはフォロー制度があります。担当の対策講座と、さらにその次の論文対策講座、これらをセットで22万円でお申し込みすることができます。
単等式試験の再受験の場合ですね、こういったですね、措置もあるということです。でやはりカリキュラム構成は単等は単等、論文は論文で切り分けております。この状況でもですね、合計で45万円から51万円と、最初の目標の担当に不合格でも次の担当と論文をこうセットで22万円でお申し込みできるように、価格をですね、特別な価格帯をご用意させていただいております。ではレックのおすすめ講座をちょっと紹介していきます。先ほどお話した通り、公認会計士でリタイアする方のほとんどが合格率 10% から 15% の単等式試験を突破できないからです。単等を突破するためのカリキュラム、講義、教材で単等突破に全力を注ぎましょう。はい、これから公認会計士を目指す方向けの講座は8月から11月、この期間にですね、学習をスタートする方は、次の12月の担当式試験を目指すですね、担当合格コース、秋制というのを、お勧めしております。まあ、勉強期間は見ていただくと、1年半から、まあ、1年ぐらいですかね。なので、1月からスタートしても全然、その年の12月に間に合うようなコース編成になっています。で、2月から7月、この期間のどこかで学習をスタートするという方は、次の年の5月の担当式試験を目指す担当合格コース春戦というのをお勧めしています。どのコースも簿記の経験ゼロからでも始められる設計になっています。もちろん簿記の経験がある方でもですね、このコースをお勧めしております。はい、以上になります。お問い合わせですね、 QR コードを載せています。左側を読み込むと講座の詳細が見れます。真ん中だと無料でですね、ウェブで講座の方をですね、体験できます。右側の方はメールで受講相談ができます。あと YouTube の概要欄からもですね、この3つね、アクセスすることができますので、ぜひですね、皆さんご検討いただければと思います。はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。